こんばんは。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。明日4月12日木曜日の全国の天気をお伝えします。アイコンで確認していきましょう。明日沖縄は前線の影響ですっきりしない空、雨が降ったりやんだりとなります。一時的に降り方が強まる恐れがありますのでご注意ください。ムシムシジメジメと不快な体感となりそうです。そして九州から東日本、こちらのエリアでは天気が回復し日差しが届くところが多くなります。朝関東の沿岸の方ではにわか雨の可能性がありますが、だんだんと天気は回復していきます。昼間は各地気温が上がり汗ばむくらいの体感となりそうです。東北や新潟ではこちらでは日差しが届きますが急に雨が降ることがあります。折りたたみ傘があると安心です。まただんだんとひんやりとした体感となるため、お帰りの際に備えて上着などがあると良さそうです。そして北海道では日差しが届くところもありますが雨や雪が降ったりやんだりとなりそうです。雨具を持ってお出かけください。ひんやりとした体感となりそうです。以上、全国の明日の天気をお伝えしていきました。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。